デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは。目黒敦子です。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、年末年始大きな話題がありましたけれども、日刊現代、今回が今年最初の番組となりますが、何を取り扱うんでしょうか。担当は総合コンテンツ局次長の杉本克之さんとニュース編集部の高槻大樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、やはりこのニュースが大きいですかね。ゴーン被告がレバノンに逃亡して会見があって、じゃあそれが日産とか日本政府にね、どういうふうに関わってくるのかっていうところが気になるところですよね。そうですね。年末、皆さんご存知のように、ゴーン被告、海外からはハリウッドエスケープと、はい、形容されるような、はい、大脱出を、はい、しましてですね、日本国内、海外はですね、あっと言わせたわけなんですけれども、その脱出した後にですね、8日、おとといですかね、今その、会見をレバノンでですね、行いまして、今まで通り、従来通りですね、私は無実であると。で、日産の社内のクーデターに巻き込まれた、陰謀なんだ、日本政府関係者と日産、がグルになったですね、クーデターであって陰謀であるという、従来の、主張を、繰り返したということですね。で、これがですね、その、会見の中で、日本政府関係者の名前というのは具体的には出さなかった、出さなかったですよね。誰の名前が出てくるんだろうと思ったんですけど、うちではいろいろこう、経産省の元大臣の、世耕さんだったりだとか、菅さんの名前だったり、甘利さんの名前が出てくるのではないかというような、記事をですね、書いていたのですが、結局のところ会見の中では一切触れずと、というのもそのレバノン政府と日本政府との、間があるので、そこをこうギスギスさせたくないみたいな、そういった建前でですね、一応は。名前を伏せたということで、日本政府にとっては、安堵をしたのかなというふうには思いますね。ただ、この会見を受けてですね、日産の、業績、株ですね、株価の方を見てみますと、ゴーンさんがですね、逮捕された、2018年の11月ですかね、でその時5.5円だった株価がですね、昨日はその 644.3円というふうに4割近くも下げているんですね。なので実際こうゴーンさんが逮捕されて以降の日産の、株価っていうのは、そうですね、右肩下がりになっている、新車の売れ行きもトヨタ以外は全部下がったっていうわけじゃないですか。特に日産はっていうところで、実績でも下がっているのに、こうやって株価でこうやって影響してくると、今後の大丈夫なのかなと。そうですね、これからまた、新しい体制になってですね、解禁をして頑張っていこうという中での、ゴーンさんのこのまた、レバノンでの会見があってですね、この事件の取材を続けるですね、ジャーナリストの井上学さんという方によるとですね、これからどんどん、メディアに出て、行ったりするのは間違いないと、やはりこれまで通り日産の陰謀説だったり、悪質ぶりを、発信していくのではないでしょうかと、やはりその企業のイメージブランドっていうのを、そうですね、それ事実かどうか置いといてですね、既存していくというような、動きになっていくんじゃないかということですね。イメージダウンは避けられないですね。避けられないですよね。でも片方の言い分だけをこう垂れ流されるわけですから、そのあたりを日産はどうやって払拭していくかっていうことにはなるかとは思うんですが、本当大々的に発信していかないと、そうですね。けど注目度はね、やっぱゴーンさんの方にばっかり集まっていきますからね。なんかネットフリックスと契約したっていう話、ゴーンさんがですね、話もありましてですね、
でなんか映画作るんじゃないのかとかいう話報道とかも、まあ、海外から出てきているのでですね、逃亡劇だけでも映画化りそうだったよね。だから それになるから逃亡の仕方を言わなかったのかなみたいな。そうですね。そこでお金取るから今は明かせないみたいな。オーダーがしちゃったら、うん、あの後でこう、まあ、作品にした時に、ね、バレてしまうっていうので、そうかもしれないですよ。そうですね。そうですね、うん、まあ、なので、まあ、その日産 この、まあ、今後の、まあ、業績の回復だったりとか、はい、まあ、注目されるポイントではあるかなという点ではありますね、はい、まあ、追加のリストラがなされたりするんじゃないかっていうような見方も出ているのでですね、業績を上げたかもしれないですけど、リストラされた人たちからすると、 その豪邸とか、ね、うん、まあ、よく、なんかクルーザーとかね、今回のでもね、逃亡にかかった費用はほら、うん、一説によると20数億円とかって出てるわけでしょ、うん、まあ、うちも書いてましたけど、はい、要するにその社員が一生懸命働いてね、そう、稼いだお金が、そう、稼いだお金がね、まあ全部とは言わないけど、まあ、まあ、ルノンももちろん含まれてますけども、はい、そういうお金がね、うん、まあ一部そういうところに流れてると思うと、うん、やっぱりね、モチベーションも下がりますよね。うん、そうですよね。社員側のね、ね、何をしてくれてるんだと、上の方でごたごたっていうね。うん、そう、そう、そういう意味ではね、カルロス・ゴーンって、あの、ふと思ったんですけど、まあよく、あの、サイコパスっていう言葉あるじゃないですか、はい、まあ、別にあの、ね、連続殺人鬼だけなるわけじゃなくて、うん、そのサイコパス的な人が経営者に多いっていうのをよく言われるじゃないですか、うん、はいはい、であのほら罪悪感がないとか、であの要するにリスクテイクできるんですよね、はいはい、あの要するに恐怖心が薄いから、はい、そうですよね、あの、であと共感性がないとかね、はい、なんかすごく情がない、がない、まあ、だからどうしてもその経営者ってサイコパス的なイメージになりがちですけど、はい、うん、そう、今回のね、逃亡劇見ててもね、本当にそうだなって思うんで、で、自己、ちょっと自己中心的じゃないですか。いや、自己中心じゃないとできないですよ。唖然としてるわけでね。自分のこと大好きなんですよね。うん、きっとね。俺って優秀だと思ってるだろうし、絶対に。すごいサイコパス的だなと思って、はい、だからこ、普通、その黒い、何でしたっけ、あの音楽、楽器ケースか。あれとか入ってね、で24時間で、はい、まあ、計画を練ってね、バッと逃げてって、そんなリスクをね、そうですね、ちょっとやっぱり、ね、会見の中ではやっぱその、まあ、逃げるか死ぬかみたいな言葉も言ってましたので、うん、まあ、それだけ逆に言うと追い詰められていたのかなという感じもしなくはないですけどね。でもレバノンに逃げたというのは、そうね、まあ、そこしかなかったっていうのはありますけどね、もちろんね、結局自分の財産を切り取られて終わっちゃうんじゃないかという、だったら日本で、あの、保釈された形の方がまだ安全だったんじゃないかっていうね。人質司法だとかなんだとかって言ってますけど、それはここらにとどまって、うん、いや、あの、主張すればいいだけの話だよね。そうですよね。不思議な人だな。そうですね、不思議な人だなという。まあ、まあ、だからね、あの、大リストラとかもできたんでしょうしね。はい、そうですね。まあ、それで、まあ、あの、日産を回復させたってことは間違いないんだけども。そうですね。箱に入ったのも、あの、作業着姿で出てきたのも、こう、できる俺とのギャップをこう、出すことで、そう俺はなんかこう、俺はこんな目にあったんだというのをまたさらにこう強調したい、むしろ自分で考えたんじゃないのとかって思っちゃうぐらいなんか思っちゃいました。いや、ね、いずれにせよ本当かわいそうな社員だと思いますよ、はい、本当にそうですよね、本当に、まあ、もちろんね、国民もそうですけど、社員かわいそうだなと思いますよ、はいはい、頑張らないとというところでもですね、はい、続いてはこちらの話題です。あの、アメリカとイランの関係とかゴーンの逃亡とかでいろいろとニュースが隠れてしまっているんですが、うん、IR、まあ、このカジノ汚職ですよ ね、 あの、これで、あの、うん、ちょっと捜査が拡大して、そうです、ね、国会議員50人ぐらい事情聴取を受けるんじゃないかということです ね、 そうですね、まあ、確かにちょっとあの本当に、あの、ね、米国イラン、ね、ゴーンでちょっとあれになってますけど、はいはい、まあ、もちろんこれもあって、その秋元司衆院議員のね、うん、はい、14日にも、まあ、逮捕、再逮捕、はい、する工場期限に、ね、はい、する方針になっているということで、はい、まあ、もちろんこれもホットな話題であることは間違いなくて、はい、その全容がまた大掛かりなものになっていくんじゃないかというふうに見られて、うん、まあ、あの、これ週刊朝日の、まあ、オンラインのネットの限定の記事によると、はい、その秋元容疑者はですね、逮捕前に以下のような爆弾証言をしていたと、うん、で約2000万円もらっている議員がいると、うん、桁が一つ違うだろうという議員だっていると、で IR のサンマガラスと呼ばれる議員なんかそれはすごいんじゃないかとかね、うん、で俺の疑惑が報じられ始めたら3人は俺 の電話にすら出なくなったと、ひどいやつだったと、うん、で何らかの形で金をもらったり便宜を受けた、リストに載っている議員は30人はいるんじゃないかと、うん、まあ、その捕まったね、はい、あの収賄で逮捕された秋元、うん、
柳生記者がそういうことを言ってると、まあ、それもまあ元々、まあ、当然考えられる話であるっていうのはまあ確かで、そもそもその IR 議連っていうのが200人以上の議員が参加してて、役員だけで40人近くに上ると、はい、でまあ安倍首相も2014年まで最高顧問を務めてたということで、はい、まあそれはね、もちろんあのいろいろと聴取されてい、いくし、もし、まあ、もしかしたらその新たにっていうのもね出てきてもまあおかしくない状況にあるのは間違いなくて、まあ実際そのね複数の国会議員がこう任意の事情聴取、まあ実際にはそのまあちょっといろいろと話聞かせてくださいというようなレベルの段階なんでしょうけども、うん、はい、まあその IR 議連の役員を中心にこう話を聞かれた議員の数がね、うん、30人とも、うん、はい、50人とも言われてるということで、はい、でまあそのだいたい各メディアも取材先に対してですね、500.com社の社員とかと会ったことあるかとか、うん、そういう質問状とかね、まあ、要するにその便宜を図られたことあるか、はい、まあ、金銭とかね、はいはい、物品とかの申し受けたことあるかみたいな、その質問事項を添付した質問をまあ送ってて、はい、まあ、もちろんそんなのね、うん、はい、そうですなんて認める人はいないでしょうけども、はい、うん、まあ、文春なんかもね、はい、あの元官房長官の細田さんとか、うん、神村さんとか聞いたりとか、まあ、いろいろとやってるということで、でまあ実際その贈賄側のあれか、500.com が100万円渡したと供述した5人の衆議院議員も IR 議連のメンバーということで、うん、まあちょっとこのまま、今ちょっとあの隠れてますけど、このままで終わらないんじゃないのかなという、うん、まあ国民にとってみればどちらかというと、はい、こちらの方がそう、ね、あの実は注視すべきは、ね、はい、もちろんその豪の逃亡もちょっとあのもちろんそうなんですけど、うん、注視すべきはこちらの方で、まあ特捜部がねこのまま終わらせるとも思わないし、まあ通常国会が召集されるのが20日なので、はい、まあ、それまでにまたちょっとした動きがあるんじゃないのかというような山場があるんじゃないかと、うん、はい、多分これってそのあいつももらってるから、あいつがもらってるんだから俺ももらっても大丈夫なんじゃないみたいな、ことを、うん、ね、そういうところがこう、まあ、そういうことですね、実は広がっているかもしれないという、うん、まあまあ、よそ俺だけじゃねえぞってい う, う, いう こ,、ね、まあ、ことなわけでね、まあそれ言うかなとも思って、まあ、言ってみれば逮捕されて戦々恐々として年越しをした人は多いかもしれないなと思って、ね、本当にあれですよ、こんな話題の裏でちょっと今ね、はい、これがトーンダウンしてますけど、はい、ちょっとビクビクしてる、うん、人は多いと思いますよ、はい、いつもより野党がうるさくないなっていうのはちょっと気になりますけどね、ゴンも叩きないっていうかさ、めっちゃ叩くはずになんでこんな静かなんだろうと思うところもありますけど、まあ、野党議員の方にもまあなんかその、はい、なんですかね、まあ捜査といいますか、まあ、注目されている人が あの、まあ、いるような話もあるので、いわゆるじゃあもうすごく広がりてしまいそうな、そうですね、与野党関係なしでそういう感じですね、っていう、まあ、様相を呈してきている、まあね、実際あの、ね、下地か上は認めてるんですね、そういう、まあ、除名になってますけどね、はいはい、まあ、それは認めてて、はい、まあ、自民党4人は、ね、否定してますけども、まあけどね、それは否定は最初はするんだろうけども、うん、っていうのはそうあるし、ね、だから気づいてないっていうか、そう名目としてなんか 500.com よろしくねって言ってくれることはないと思うんですよ、それはね、だからそう受け取ったらもしかして全然は、うん、気づいてないかもしれないけど、向こう側としてはやったよっていう、うん、まあ そ, うね、なんかそういうこともあるかもしれないですよね、はい、まあけどそういうのでね、その認識もせずにもらってる方もどうかしてるんですけどね、自分がどういう立場にいるのかっていうのを分からずにね、じゃあそれは逆に言うともらって、ね、もうそういうのはちょっともらうことがね、はい、まあなんかこう状態化してんじゃねえのっていう話にもなりますからね、そういうことですよね、まあ、確かにこれね、うん、まあここに入る、まあなんかこう IR 議連にいる人たち、ね、まあなんかこう下心、下心があってちょっとね、という気持ちなくはないですけど、ね、家事労職は本当に広がる、はい、まあ広がるでしょう、広がる、うん、もちろんね、はい、かなという感じですね、はいはい、続いての話題ですが、交通事故の死亡者、これまでは愛知県がワースト1位ということが続いていたんですが、うん、今回はなんと千葉だったという、そうですね、ことなんですよね、はい、これまで、16年、すいません2018年まで、ずっとですね愛知県が1位だったんですね、はい、
16年連続で1位だったんですけれども、うん、昨年の、2019年のですね、交通事故、死亡者数が、はい、愛知を抜いてですね、まあ、千葉が1位になったということでですね、うん、まあ、これどうやら初めて、はい、まあ、不名誉な記録ではあるんですが、うん、そうですね、はい、その実際その数字をこう見てみますとですね、まあ、まず全体的に、まあ、全国の死者数というのは、下がっている、ね、すごい下がってるんですよね。下がってるんですよね、はい、その、まあ、2018年に比べて317人減ってですね、はい、まあ、3215人、はい、全体ではですねなったんですけれども、ただその、まあ、千葉もですね、1位とはいえですね、その2018年に比べて14人も、うん、ああ減らしているんですね。数字を見ると他のところがですね、はい、まあ、愛知、はい、ガーンとこう下げてですね、はい、他のところの下げ幅が大きかったがゆえに、あ、まあ、うん、愛知が愛知浮上してしまったという、千葉が、浮上、まあ、もともと千葉は多い、地域ではあったんですが、はい、下げ幅が少なかったがゆえに、うん、1位になってしまった、っしまった、押し出されてしまったというのがまず一、はい、つなんですね、はい、で、まあ、これ千葉県警の方にですね、まあ、その、まあ、分析といいますか、まあ、見解というものをまあ聞いてみたところですね、はい、その千葉県内で2019年に亡くなられた、事故で亡くなられた方のうちですね、まあ、あの172人お亡くなりになったんですが、そのうちあの90人が、高齢者なんですね、はい、で、その歩行中に亡くなった、方が75人でですね、そのうちの49人が高齢者の方なんですね。なので、トータルで、あの、まあ、よく考えてみると、歩行中、高齢者が歩行中の、歩行中に亡くなっているというケースが増えているというようなことなんですよね。なるほどね。で、まあ、その県警のですね、見解によると、まあ、高齢者っていうのはそのやっぱり体力が衰えてきてしまっているので、うん、はい、その目的地に行くまでに、まあ、道をこうショートカットしようと、はいはい、まあ、例えばこうちょっと歩けば横断歩道があるけれども、はいはい、もうちょっと疲れてきたなとかってなると回らずにそこで、まあ、こう、そうですね、はい、歩道橋とか行かずに、はい、そのままこう道路をこう行けるんじゃないかっていうのでこう突っ切って、はい、まあ、そこで事故に遭うケースもまあ散見されたので、まあ、それが、要因ではないのかっていうことは言っていましたね。で、まあ、高齢者の比率っていうところに注目してみますとですね、千葉は、まあ、やや高いんですね。他の、ワースト3位に入ってる、まあ、例えば埼玉県だったり愛知県だったりっていうところと比べるとやや高い数字になっているので、まあ、そこも一つ、要因ではないかなという、まあ、感じしますね。印象まあ、そうだよね、高齢化率が高くてなおかつ交通量が多いところってなると、はい、やっぱりね、そういう事故がどうしてもこう増えてしまうっていう、本当にね、車通りも、まあ、高齢化率高いけど、うん、そんな車通りがない地方の方がね、はい、そういう事故が起きにくいって言えばね、まあ、実際そのこれちょうど森田健作千葉県知事がですね、はい、まあ、ホームページ上で、はい、まあ、2018年頃から、はい、まあ、呼びかけているんですね、気をつけてくださいねと、はい、まさにこの、交通事故死亡者が増えていますと、でその要因として、道路横断中の事故が増えているんですよっていう、うん、まあ、なので気をつけてくださいねと、はい、安全に、渡ってくださいねということを呼びかけている最中の、はい、この、うん、ワースト1位ということになってしまって、はい、まあ、森田知事にとっては、うん、まあ、踏んだり蹴ったりかなという感じが、うん、まあ、まあね、ね、愛知は何でとかだと、うん、でもね、高齢の方々がね、じゃあ千葉県のねホームページをじゃあ見るかというと多分見ないですよ ね, だから違うあの媒体を使うとかの方がいいんだろうなとも思ったりしますけどね、難しいと思いますけど ね,、えーね、うん、愛知は何で愛知が減った理由っていうのはちょっとあの取材しようと思ったんですが、ね、みたいな、なんかちょっと
そこまで努力あって、ね、いや努力があってね、もちろん愛知もね、それは愛知県はお名をねちょっとね、そうですね、33人減らしているという。でもね、昔は1万人ぐらいだったじゃないですか、年間の交通事故死亡者って。でそれを考えると3000人台に、いやすごいなと思って、完全運転が増えてるのかなみたいな。そうですね、やっぱり全体的に減ってきているのは、うん、車のその性能が上がっているっていうのは、あ確かにそれもね、まあもちろんそれは大きいですね、要因だっていうのは、指摘されています。自動ブレーキで、そうですね、そうか、それだそれだ、うちについてないから全然思いつかなかったっていうだけですね。なるほど。まあでもこうやってね、あの減ることはいいですよね。そうです、もちろんもちろん、それはね、いいことです。ついてない高級車ですからね。ついてない高級車、普通のもうあれですから、クラシックカーとかそうだったり、ね、違う、もう全然普通のもうあれですから。はい、いいえ。そして最後の話題こちらです、はい、コオロギのゴーフレットが売れている、はい、そういうことですね。あのそのタイから輸入した養殖の食用コオロギパウダー、はい、まあ、粉末状のものですよね、はい、10匹分を使用したコオロギのお菓子ということで、はいはい、年末年始にその JR 高崎駅構内の土産ショップで、はい、お土産屋さんのところで500箱のコオロギのゴーフレット、はい、3枚入り650円、8枚入り1520円は結構しますね。そうですか。まあそうなのか、いやそう、あまあそうですよね、あ確かにね、うん、まあ、それがまあけどその値段にもかかわらず飛ぶように売れたと、うん、でまあこの歯科研人っていうのがその大学で昆虫食の研究をしている高崎経済大4年のその桜井さんっていう、すごいね、昆虫食の研究って思いつかなかったですよね、うん、すごいですよ、ね、この人の卒論のテーマの、はい、昆虫食の心理分析って、実際に心理分析なんで、しかもどうするのかなと思うんですけどね、体組成系とかね、そういうのをなんかこう調べるのかなと思ったら、心理分析なんだ。そうそう、で、まあ、その夏に、はい、去年の夏にその卒、はい、のためにタイを訪れて、まあ、多分そのコオロギパウダーとか見たんでしょうね、はいはい、でタイではその昆虫食が伝統的に残り、うん、まあ、かつ先進的に研究している地域だということで、はい、でまあ、昆虫食っていうのは結局その、まあ、コオロギもそうですけど、要するに家畜と比べて少ない餌で、はい、限られた土地で、要するに低コストで、うん、あの短期間で作れるっていうことで、はい、本当にこれもあのいつだったかな、ね、大学時代だったかな、うん、なんかのね、あの月刊の方のプレイボーイかな、はい、でね、その当時にもう2、30年前だと思うんですけど、昆虫食のね、なぜか記事が載ってたんですよね。本当ですか。最初に見ようと思った目的は別のところだったんですけど、はい、ふとあの目に留まって読んでて、あ、昆虫食これからなんだと、世界の食糧難、まあ、要するに本当人口増加による食糧危機に対応できるのはもう昆虫食なんだって言って、世界中で研究が進んでるんだっていうような内容のね、はい、あのあったんですよね。で、まさに今みたいな感じですよね。いや今はまさにそうで ね、その本当これを読んでて、そのいいところに昆虫食ビジネスっていうのは本当にいいところをついてるなっていうことで、はい、そのこのね、桜井さんっていうのが、肉や魚を加工するのと同じようにコオロギにをパウダーにしてお菓子に混ぜたと、うん、食のパンや麺と違ってお菓子は誰でも手に取りやすく簡単に口にできるんですね、吹きの進むではないかと考えたんですと、はい、でまあ、コオロギは、まあ、主要な栄養素、タンパク質やカルシウム、鉄分などを体内に多く含み、それが効率よく摂取できると、はい、でそう考えると今の本当に今後もう間違いなく迎えるであろう、うん、今75億人でしたっけ、はい、それが90何億人になるんでしょ、うん、2050年か、100億近くに達するって言ったら、まあ、当然訪れる食料危機にやっぱり昆虫食ですよね、はい、けどまあイナゴとか、イナゴとか食べないですか、食べたことないですか、食べたことありますよ、佃煮とか、佃煮、イナゴの佃煮食べました、そうですね、けどちょっとあれ形がね、そうだ、ね、これ足だべなって思うところがね、歯にちょっとね足がちょっと詰まったりするとね、生々しいなと思うんですけど、粉末にしちゃえばね、はい、そうですよね、はい、うん、多分コオロギも私食べたと思いますよ、ちっちゃい頃、うん、合図ですけど、普通になんかコオロギを取ってきて、なんか食べてた気がします。どういう調理みたいな、なんか炒めたのかな、佃煮かな、なんかまあなんかそんな感じですよね、そういう感じですね、まあけど世界中、世界を見渡せば別に普通にね、幼虫食べたりとか、うんうん、蜂の子食べたりとか、そうそう、蜂の子とかね、食べますもんね。それこそほら、なんだっけ、中国アリの缶詰とかあるでしょ。あ、そうそう、ね、なんかこの前も白アリを食べて、やっぱすごい高タンパクだから、高タンパクでプロテインって言われて食べてた、特に、そう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 、本当に
そうなんです。それでね、あれなんですね、昔本当に思い出したんですけど、今ふと、はい、映画でね、確かソイレントグリーンとかに名前だったと思うんですけど、もうまさに食料危機を迎えている時代に、まあ、あるその配られる食料があったわけですよ、はい、それをまあみんな食べて、その食料が超えてるんですけど、まあ、実はその工場をたどっていくと、そこはそれはちょっとまあホラーの SF なんで、まあ、人肉だったわけですよ、ね、人肉を成形して食料にするみたいな。けどね、多分まあ それはちょっとあれなんですけど、まあ昆虫食であればね、別に本当に。そうだから昆虫としてこう姿形のまま食べるのは抵抗があるけど、例えば、パウダーにしてこう、そうですね、パンに練り込んだり、栄養価そのままだったら多分食べると思う、うん、ありがたい話だと思います。そうですよね、昆虫様様だと思います。そう、大事な命をいただくというところで言えばね、ブームが来るかもしれないですね。来るかもしれないですね、タピオカ的な、はいはい、いブームっていうかね、もう本当に選択肢がなくなると思います。必要になってくる、必要に迫られ て皆さん普通に、多分食べるようになるんじゃないかな。そうかもしれないですね、低コストで ね、うん、高タンパクっていう、本当に、うん、考え方をちょっと変えてみる必要性があるかもですよね、うん、じゃあ多分やっぱり今は、ちょっとって思う方も、いやちょっとトライしてみようっていう感じ で、ね、でこれだからあれなんですよね、コオロギのゴーブレットってこのパッケージにちょっとコオロギ書かない方がいいかもしれない、ね、いやでもなんか可愛いじゃないですか、なんか絵も絵もあ可愛いからなおさら食べられなくなるのか。よくある豚骨ラーメン屋に豚の絵描いたりするじゃないですか。あ、そうですね、それがね、かわいそうっていう人いるんですよね、はい、それを見て食えないっていう人いるんですよね。なるほど。俺は全然食べますけど、中にはそういう人もいるので、ね、そっか、っ、まあ、まあ確かにそういうのありますね。いろいろ考えていただいて、はいはい、すいません、余計な話までしちゃって。考え方をいろいろ広げてみてはいかがでしょうか。そうですね、ということで、はい、今回も4つの話題についてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。どうぞ今年も日刊現代とともにお過ごしいただければと思います。今回は、ね、令和2年第1弾でした。また次回もよろしくお願いいたします。今週はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。